どこ行っても稽古できる。パークでパークです。ホテルの中だったらカーテンついてるしね、あのエアパンチングだから。カーテンで何やってる？カーテンついても、カーテン柔らかいでしょ、ね、つけるとスピードが出る、柔らかい、パンッスピードあるよ、パンッ、ね、スピードある。カーテン柔らかいでしょ、柔らかいで手応え、マキャラウーダー手応えあるでしょ。だからもっとスピード出ないと手応えがない。で柔らかいのネットだったらもっと早く出る、早く出る意識する。薄い生地のネットはもっとスピードで出さんというか、最初新聞紙を私は下げて練習した。新聞柔らかいからもっと早く出る様子、パッ、うん、パッ、もう早く出す練習。時々ビーチ行った時はこれだけあれして蹴る練習、足上がらんから足の練習、三振練習、丹念呼吸で教式、教式ね、腹式、丹田呼吸、本当の体は丹田呼吸、これ医学的な面、腹式ヘルシー、ダイナフラグ動くから合格膜、丹田は本当の内面からのパワーと外のパワー、一致せんというか一致する、引体のパワーと中からの力と動き、これ一致せんというか、だから気合は大事ですね。気合実と言ってもう本当に気合は大きい声、タッもう出る。だからホテル行っても稽古できるし、パーク行っても稽古るし、どこ行っても稽古できる。これは道場です。道場だけは道場じゃない、稽古はどこでもいい。エアプレーンでは呼吸、丹田呼吸練習してるし、どこでも稽古ですよ。それが空手道です。ホールライフだからどこ行っても稽古できる、うん、この椅子座っても手だけこうできるしね、うん、こうこれ手だけでも稽古でできるしね。それから空手道、食べ物大事ですよね。やはり、炭水化物、タンパク質ね、そういう自分大事です。だからやはり今飲んでるのはでビタミン C とかね、ビタミン剤もそれで足りない分補給するように、できるだけビタミンを少し食べる、うん、だから体も大事なんだけど、あと睡眠、一番大事な睡眠と食べ物、それがないとね、もう食べ物も今最近、昔は肉、豚肉、沖縄多いけど肉、魚好きでね、今はもう少し肉をして時々魚、野菜中心、私魚好きだったからね、特に沖縄でグルクンというこう小さい魚ホリンバで食べるように、でカルシウムらしいでミルクとかね、野菜特に好きだった、特に豚肉大好きだったけどね、最近豚肉あんまり。それから豚の足、目にジェラチンあるでしょ。で空手の人はこの豚の足はジェラチンあるから足にいいということで、よく毎日食べたことある、うん、でまあ年70になってから少しよした、サムタイン食べるけど時々どうしたら
よいしょ。